で今回はですね、はい、シビックタイプ R、まあ、サーキット編、そして小鳥ちゃんのインプレ編と続いて内外装、はい、見ていきたいなと思います、はい。なぜかというのはですね、私の中ではタイプ R にしてはだいぶひよった形してんなっていう思いね、はい、好きな人多いんですが、うん、私はちょっとと思ったら意外とですね、うん、使い勝手の良さありました、うん、はい。ちょっとカメラさんになっていただいて、はい、一緒に乗り込みましょう。はい、はい、うん。さあ、まずですね、私が一番ひよったなと思うのは顔がですね、やっぱりね大きいんですよね、全体的に横幅も。だからちょっとなんつうんだろうな、タイプ R としてはね、ちょっと大きすぎるな、ここの厚みが厚いなっていう思いなんですよね。だけどよくよく一つ一つのパーツを見ると、まあかっこよさはちゃんと出てるなと、タイプ R バッジがあって、でっかいこのねホンダのマークも随分でかいなと思うんだけど、でもねホンダセンシングついてるからレーダーとか入れなきゃいけないから、確かにここの厚み感とかもまあ必要なのかなという感じはしますよね。そしてね、さすがねタイプ R のねホイールはかっこいいわ。ホイール一つ一つのパーツを見るとすごいんだよね。まあホイールの良さ、そしてね赤いブレンボのでかいキャリパー、タイプ R 昔このねキャリパーただ赤いだけで、まあこんな高級なブレーキついてなかったけど、500万円少々するとこうなるんだっていうね。そして、ここのね、ダクトからサイドステップフィンが入って、そして同じように、このリアホイール、大きさといい幅といい、そこそこの、シビックなんだろうな、タイヤにお金がねかかるのもサーキット走行をする我々にとってはね、大変な問題ではあります。タイヤサイズは、まあ、265/30 なんですよね。30 265っていうもう幅だけで、これはタイヤ交換するの大変だなって思うようなところもねありますけどね。そしてね、今回の特徴はやっぱりリアウィング大きいよね。大きさとあと高さかな、ちょっと一般のなんだろうな、普通の、まあ、車としてはですね、ここだけは一般の車って、俺なんかね本当に形的には本当に普通のセダンって思っちゃうんだけど、でもこの大きさとこの高さ感だけはね、結構頑張っちゃってる感あります。でもこの高さすごい大事で、運転席から見るとこれ全く見えないんですよね。ここを全く見せてるための高さもありかもしれないですけど、でも実際にこのウィングは効果出るんじゃないかなという感じがしますよね。そして本当に大きな特徴はね、やっぱりリアの3本マフラー、これはねここだけでこの車やっぱりすごいなっていうのは、まあ全モデルからね、思ってましたけど、ただ実際に走らせた時の音が意外と静かだったなっていうのはちょっとね感じますよね。もちろんねタイプ R ボタンポンって押せばいい乾いた音が出るんですけど、はい、じゃあ丸山さん、うん、リア開けてみてください。はい、ここもね、まあ、新しいシビックタイプ R の大きな特徴かなと思うんだけど、結構広いし高さありますね。そう、そしてねこれね面白いの、はい、まずねまずこの広いスペースっていうのはね、はいはい、広いスペースっていうのはあるよね、はいはい、タイプ R もともと荷物は本当に満載にできるし、うん、それこそタイヤをね4つ積もうなんていうこともできるぐらいだったんだけど、はいはい、この広いスペースに対してこのカバこれねこれ結構いるんすか、これ結構笑えるなと、このカバーの、はい、まあ、隠しとね、こうすればここが広いでしょ。そしてここまでの高さね、はい、セダンというよりはねハッチバックになってここの高さがあるからここの荷物が積めるんだけど、はい、後部座席が広いから、うん、後部座席倒すとさらに このままちょっとねこれ見ててください、うんうん、後部座席倒しますよ。私まだ見てないんですよね。これねこれ倒すとねすごい広いと思う。見下げて、おお、こんだけ積めるっていうのね、はい、このパターンはすごい。そしてね後部座席座っちゃおうかな。後部座席そちらから、はい、ちょっと来てみてください。はい、はい、真っ赤な内装よ、
後ろも赤いカーペットってのはすごいけど、はい、シビックでこんなに後ろ広いってすげえな。広さといいね。あとね、ここはねやっぱり500万する車の価値観出てきましたね。シート結構上質感ありますよね、うん、昔後ろのシートはねどうでもいいようなシートだったんだけど、今は後ろ全然なんだろう、高級素材感と、あとはねクッション性、運転席ナビシートも良かったけど、リアシートもこれだけ広くて、うん、これ長く乗っていても疲れないんじゃない。でもこの普通ねヘッドレストがね、はい、パカッとこう動くようになるはずなのに、うん、このままのヘッドレストで、はいはい、うん、でね頭の位置別に悪くないし、うん、だけどこのヘッドレストが邪魔で後ろが見えないってこともなかったし、うんうん、もうねここのなんだろうなクオリティ感、そしてここを持つところもね結局バックスキン調になって、はい、スウェード調になってすごくいい、はい、ちょっとねやっぱりこういうところにお金かけると重量感増しちゃいますけどね、はい、でもその分家族は、うん、家族は喜ぶ、いや家族喜ぶじゃないんでね、今までのタイプ R 家族がかわいそうだった、はい、今は家族も幸せ。そして運転席に座っていいですか。はい、大事な運転席の方に来ています。ここはねちょっとね見てください。まずはね座る前にこのシートですよ、シビックタイプ R のこの真っ赤なシートね、昔から、私が初代乗っていた頃からこの赤いシートが、ありましたけど、超高級バケットシートですよ。もうあのねすごいなんていうのかな、形状の完璧なバケット形状なんだけど、それを細かくね、折り込みを入れて分けている。そして全てにおいて、柔らか硬い、柔らかすぎてもいけないんだけど柔らか硬い状態ですよね。で相変わらずここはね高いね、さすがにここだけはなんつうんだろうな、ひよってない。あのここの高さのおかげで乗り込みが必ず当たるんだけど、でもこれがシビックタイプ R のねあのシートかなって感じがするよね、うんうん、そしてもう何なんか喋んのこれいきなり。それキーを感知して多分運転席を閉めると、うん、シビックがなんかね、うん、お走り出すぞみたいな感じのね、うん、メーターが音するんですよ。シート合わせは手動で結構スムーズですよね。ここはねなんかよく電動もあるけれど電動にして重くするぐらいだったら電動よりそっちの方が私は好きです、うん、こっちの方がいいよね、はい、で乗り込んでみると、はい、まあ私でもねここなんていうのかな、サイドサポートがキュッとこうね、うん、締まりがあって、これやっぱサーキット走行でもいいな。結構サポート動かないように体支えてくれますよね、うんうん、本当。まああとはねすごいなと思うのは、はい、タイプ R にしてはレバー1本でピシューンみたいなこれ前ねこうやってぐる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 回すのをよく使ってたんだけど、これいつから こうなできたかな。さっきそれでだってタイプ R でお昼寝してましたもんね、丸山さん。でこうなるプラスね、はい、シートを寝かした時にここが意外とフラット感になる、はい、前ねフラットにならずにねここが盛り上がって、はいはい、すごい倒れるのはいいけど寝らんないぞ、うん、後ろの荷物を取り出すためだけので、ね、あのシートかと思ったら今回気持ちよく寝られた、そんなところが良いね。スポーツカーでお昼寝できるってすごいですね、うん、シート倒して。そして、当然ステアリングがね、それなりにね大きさあるんだけど、でもねこのね握った感触はやっぱりここを持ってこのシート、真っ赤なシート、そしてこのスエード調のステアリング、そしてねこのシフトノブでしょ、この3点を持った時にああタイプ R だなっていう思いね、それだけじゃねえな、もう一つあったな、シフトのねフィーリング、このシフトストロークとシフトフィーリングとこうギアをね入れる時の感触の作り込みは、うん、これやっぱりねホンダがマニュアル車を出すなんか意味合いがあるな、うん、ホンダはね本当マニュアルミッションを楽しませようというところを、まあ、持ってきてね、はい、なんだこの感触を作り続けて、うんうん、やっぱりね、初代シビックタイプ R から
あと NSX もそうだよね、はい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 、全てにおいてここの感触が大事というか、これはねホンダの精度なんじゃないかなと思うな。普通はエンジンの中にものすごく精度とかクリアランスとかっていうのがきっちり決められてて、はい、レーシングエンジンってあるんだけど、はい、レーシングマシンのギアミッション内部の精度感を全て作り込んでいくと、うん、こういう感触になっていくっていうね、はい、遊びがほとんどなくかっちりこうかっちりだけど硬くなく決まっていくっていう、うん、この部分がね、あの俺はシフトしてて、あタイプ R だなっていうふうに感じたかな、うん、はい、うん、はい、小鳥ちゃんが気に入っているポイントはどこにあるんだろう。気に入ったポイント、うん、まああれですよね、センターコンソールとか割とシンプルじゃないですか、はい、そんなにコテコテいろんなのがついたりとか、うん、まあカーナビもすごい大きいわけではないんですけれど、はい、ただまあ使い勝手がねちゃんといい。でまあベースがちょっと私普通のセダンタイプのシビック乗ってないんでわかんないんですけど、多分ベースがそういうのあの同じシビックとしてあると思うんで、うん、まあ、ここに携帯とか簡単な物置を置ける、うん、はい、充電もできる、うん、あとは携帯をつないでここで、多分音楽とかメディアが使える、はい、で、まあ、空調はセパレートで選択ができる、うん、でドリンクホルダーが結構ここ取り出しやすいんですよ、うん、あ確かにこれは結構ドリンク、ね、ホルダーというよりはまあ物入れになってるけどホルダーにもなってるで深いんで、そうだね、ちょっと大きい太めのものとかカップでも入れられるので、うん、はい、こういうとこで地味にいいです、うん、はい、でここも深めのポケットがついてるので、うん、まあ、ここも使いやすいし、はい、何がいいっていうか、うんうん、あのそうね、シンプルで使いやすい。そうだね、うん、もうちょっと俺はやっぱり500万するんだったら高級感というか高級感ゴテゴテ感っていう風にどうしてもなってきちゃうんだけど、うん、シンプルだから使いやすいっていうね、はい、あのところがあったね。そうですね、うん、あとシビック今回のタイプ R は、うん、私あんま高級感もともと求めていなかったんで、うんうん、でもそこは走りとかにお金はかけてると思うので、はい、十分。あとねここのスイッチ類は、うん、はい、あのスポーツカーにしては結構いろいろついてると思うんですよ。まあ今エンジンかけてないんであれですけど、うん、あ、まあ、こことかまさにそうですね、うん、車間距離の調整もついてる、うん、で車線、うん、で、自動追従、うん、速度追従、はい、これ、うん、あのタイプ R にこれがついたこと自体がすごいけどね。ステアリング握ってから私気づきましたもん。そう、 ETC カードを確認しました。最初全くそんなものついてると思ってないで乗ってたからね、はい、だけどあついてるんだタイプ R に。 そう、それもマニュアル車にっていうね。そう、ホンダはどうしてもなんか今時のなんか車としての機能を全部持たせた中に、うん、タイプ R の本当の、うん、なんだろうな、本物志向のね、うん、レース志向をね取り入れたって形だよね。はい、はい、さあこれだけね前のスペースがちょっと大きいので本当にね、さあこれ一枚ねそこそこの重さがありますよ。これだけでもこれだけでももうちょっと軽くしたいなとは思いますけどね。当然のように、赤のカバーがありますよね。ただ赤のカバーといってもこれヘッドカバーじゃなくてヘッドカバーの上のさらにその上のカバーで、本当のヘッドはですねここにこういった形でちょっとついてるというね、これがね結晶塗装の前は赤だったんですけど、ただここに結晶塗装っぽいカーボン柄のタイプ R、ここは実は黒くして、見えなくしていたんだというね、そして今回はねターボ車なんで目の前にねターボがね、大きくカタツムリが出ておりますよね、意外とねここクリアランス全てにおいてねまだ余裕があるなと思うので、なんかねもう一つワンサイズ上のエンジンがちょっと乗っちゃいそうな感じもしますけどね、ただこう整然とねちょっとレーシングマシーンに、まあ、使えるような雰囲気のね形、ラジエーターもさすがに330馬力出すんで結構大きめのラジエーターがついてますよね、ただただただまだねもうちょっとここ詰められるんじゃないかなと思うと、俺はなんかこの全長の幅をね、もうちょっと縮めた感じのシビックが見たいなと思うんですが、まあ、近頃の、まあ、安全基準とかを考えるとこんだけね、広くしなきゃいけないのかなというふうに思いました。ということで、全体的にね、うん、まあ、内外装と見てきたんだけど、
まあ一回り大きくなって使い勝手はね、まあ本当に家族で乗ってよし、という形になりましたが、でもそこ賢いね、まあシビックタイプ R なりのこだわりがね、まあふんだんにあったし、まあ特にやっぱりシート、ステアリング、そしてシフトと、もうこの3点だけ触っていればドライバーとしてはねOK っていう感じです。 OK ですね。はい、以上丸山宏と小鳥ちゃんの内外装インプレでした。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。